おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3335です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てとかはねやりました、こちら G フレーム FA のガンダムエアリアル回収型&ガンダムキャリバン用オプションパーツセットですね。そちらの中からエアリアルな回収型ですね、こちらを前回やったということで、今回ですねこちらとねセットになっておりますキャリバーンの方のオプションパーツセット、それをね見ていきたいと思います。当然ながらキャリバーンはねついてきておりませんので、一般販売の方のキャリバーン本体が別途必要になりますと。はい、でこれ以外ですね、付属品のパーツの方をちょっとね用意していきたいと思いますんで、さっさとねこの辺にねざっと出してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できましたと。とりあえずこちらキャリバン用のエスカッシャンとエフェクトパーツとサーベルですね。であと台座関係を用意してありますと。とりあえず台座の組み立てに関しましては、ベースがねこんな感じでねある以外に支柱をですね組まなきゃいけないですよと。ここの部分はねだいたいいつもと同じ感じですね。下の部分、ここと短い支柱と長い支柱を組み合わせた、まずベースですね、これを11本作りますと。で上につけるパーツ、ここがですね種類が決まっておりまして、薄い板みたいなやつ、これついてるやつがね全部で2つね作る必要性がありますよと。それと同じような感じで上のね穴のところに対して、こちらねちょっと大きなブロックパーツですね、このパターンを同じく2種類で、ちょっと細長いね四角い棒ですね、このパターンのやつも同様に2種類作りましょう。そしてこいつですね、先ほどのやつよりもちょっと短いやつですね、これも同じく2種類作ると。でそれ以外に両端ですね、下に取り付けてるやつと同様のやつをね組み付けたやつ、これが3本作るっていうね、こんな感じで支柱をですね今のところ5本しかねありませんけど、他に複数用意してね全部で11本仕上げると。でこちらの11本仕上げたやつに関しましては、キャリバーンでもいいんですけどね、一応エアリアル回収型の方のエスカッシャンバラしたやつがありますんで、ね、これを使って、まあ、浮かせた状態ですね、それをやりたいと思いますんで、とりあえず台座関係はそちらの時に使いましょう。まあ、ベースがねあるんで、これはちょっとお話ししたいと思います。で支柱もねついてくるんでね、これを使うことによって一応ね自立させることができるようにはなっておりますよと。ではこちらねキャリバーンの方のエスカッシャンのお話をしたいと思います。といってもこちらの色違いなんでね、あとはエアリアルについてたやつもねほとんど同じだと思うんでね、この部分はまあ省略したいと思いますけど、専用のものがついてきてと。なのでこちらのパーツの一部を流用するんではなく、完全にキャリバーンはキャリバーン、回収型は回収型として取り付けることができると。ただそうなると作中とはちょっと違う感じなんですね。回収型で使っていたやつを最終的にキャリバーンにつけてるんでね、そこの部分の設定がちょっと狂ってはね来るんですけどね、まあ一応こんな感じでキャリバーン用のエスカッシャンついてきております。付け方に関しましては、前腕ですね、ここのところに穴があるのでそこにつけましょうと。で今回私が組んでるのは前腕逆ですね、穴が本当はね外にならなきゃいけないんで、ちょっとここはね修正したいと思います。はい、修正しましたと。これで外にね穴が出てきましたので、あとはここにねブスッと差し込んであげればキャリバーンの方にエスカッシャンつけることができましたと。まあ付け方は同じですね、ただ単にブスッと刺すだけと。であとロールも効くんでね、この状態で曲げたりとかね調整することができるようになっております。あとビームサーベル、これはねこちらにしかついてきておりませんけど、これもですね同様にねブスッと差し込んで保持させることができると。この辺は変わらず、刃もですね回収型の時もやりましたけど、これ取ることができるので、できることならサーベルですね、ここに造形されてるやつ、これ自体は花からなくてちっちゃな突起でオプションセットのやつが組み付けることができるようになってるとか、バックパックもですねその方式のやつがついてくれば一般販売では抜けないですけど、オプションセットのやつを、ね、使うことによって脱着ギミックができますっていうね特典パーツがキャリバーンの方にねもう一個ぐらいあってもよかったのかなと。キャリバーンの方のねオプションパーツ、こちらね専用のねエスカッシャンとこの辺しかねちょっとないんでね、この部分が追加パーツとしてもねあってもよかったかなって感じですけどね。まあ一応こんな感じで装備状態できましたと。でこちらとね同じような感じで分解した状態にすることもできると。まあその時にこちらのパーツを使うと。とりあえずこのパーツですね、エフェクトパーツ、これだとねつけることができないですね、中間に軸とか何もないんでね、この状態でつけることができませんので、必ずエスカッシャンバラしてね各所に取り付ける必要性があると。分解方法はいつもと同じ感じなんでね、これと同様にねなるように分解してしまいたいと思います。はい、分解の方が終わりましたと。あとはこいつを取り付けていくだけですよと。ただエアリアルの場所とは違うんでね、いろいろちょっと気をつけなきゃいけないのかなと。とりあえずまず足回りですね、まあそこの部分は基本変わらないんですけどね、
やりやすく分解しましょうかと。とりあえず、もも、ここですね。ここにはですね、こいつをつけると。まあ、これは基本変わらないんでね。ここにブスッと差し込むだけですよと。反対もね、同様につけていきましょうよと。で、とりあえずこいつがね、入りましたら、後ろ方向。ここはちょっと特殊で、こいつですね。これを分解して、こちらの黒い方ですね。これが、ここに入りますよと。スポッとね、こんな感じで、ここに収まってくれると。反対も同様ですね。これ外してあげて、これをここに入れてあげると。で、さらに真ん中ですね。こちらのところに、これですね。穴開きのこいつを、ここにブスッと刺すっていうね。こんな感じで組み付けてあげる。これが下半身になりますよと。で、上半身に関しましてはね、ちょっとこの武器ついてるんでね、この状態でやりたいと思いますが、前腕ですね。まずここ。こちらにはですね、ラインは入ってないんで分かりづらいですけどね、こちらの、このちょっと小さいやつとは違うね、大きい方のやつがここにブスッと入ると。で、こちらのパーツがここに入るっていうね。まあ、肩とね、腕に関しましては、エアリアルとね、基本的に一緒と。反対もね、同様につけていきましょう。この V 字のやつがここに入る。そして、これがここに入るってね。これで、残りのパーツはこの細いやつ、2つ。で、これがバックパックのここに入るわけですね。で、ここに入るのはいいんですけど、ここのパーツ、分解しなきゃいけないんでね。ここの部分を開きますよと。ただ、ここ、繋がってる位置がね、一応ね、外したことがない部分を外すんで、気をつけないと割れちゃう可能性があるんでね、一応気をつけながらね、今度分解していきましょう。で、分解が完了しましたら、こちらのところに対して、これをね、スポッと差し込んであげると。で、あとこいつを元の位置に戻してあげると、このような感じでね、ここに入れることができましたと。もう一個問題ですね。ここですね、ちょっとやりづらいのと、ここ、カチャッと開いてね、その状態で、えいって入る方式だったら楽なんですけどね。そうではなく、基本的に一回分解しなきゃいけないんで、ちょっと大変なんですよね。そこの部分が気になる感じですけどね。一応、こんな感じでつけてあげると。これで分解したエスカッシャーの方は全部ね、取り付けることができましたと。こうすることによって、まあ、もともとね、シンプルだったやつ。それがですね、この辺パーツがついたことによって、一気に派手になったかなってね。一応、こんな感じでございましたと。とりあえずこちらがキャリバーの方へのエスカッシャーの取り付けですね。で、さらに先ほどね、言ってたこちらはね、中空で取り付けることができなかったっていう、こいつをね、ここにブスッとね、差し込んであげると、このような感じでね、ビームバーみたいな感じのね、ものが展開状態として付けることができると。このようなギミックもございましたよと。まあ、こうして、こっちのパーツもあるんでね、重量的にはかなり厳しいので、転倒しやすいと思いますんでね、ここの部分は台座を用意して付けてあげると。とりあえず台座はね、こちらにね、付属してきておりますので、これをね、ブスッと使って、あと股下ですね。これ差し込んであげれば、このような感じでね、台座の方に取り付けてね、浮かせることができるという風になっております。ただまあ、見ていただくとわかる通り、この状態ですね。今、キャリバーの方に台座を使ってしまっておりますんで、台座がないんですね。なので、こちらの支柱、ベース、もう一組あってもいいのかなと。そうすると、キャリバーの方と、エアリアル回収型ね、同時に浮かせることができるんでね、そこの部分がちょっと惜しいかなってね。まあ一応組み付けるとこんな感じになっておりましたと。では最後にですね、こちらをね、支柱とかを組み合わせて、ビット展開状態にして終了したいと思います。その時にはこちらですね、キャリバーに今使っておりますけど、これはね、外さなきゃいけないですよと。はい。で、取り付け位置に関しましてはね、細かい指定はありませんので、まあ好みの位置でね、浮かせてあげれば OK ですね。まあとりあえずエアリアル本体ですね、回収型はここに組み付けておこうかなと。で、ベースの方に、こっちですね、大きいベースには5箇所穴がありますので、まあそこに対してね、取り付けてもいいですけど、こっちもね、あるんでね、こっちに3個ずつ、計6個。で、こいつも付けなきゃいけないってね、そんな感じになっておりますけど、で、先ほども言った通り、ここのね、5つのところには、この5つをつけなきゃいけないっていう指定はありませんので、まあ、好みでね、つければ OK ですね。とりあえず今ちょうどね、丸穴。これがね、あったので、こいつをね、つけていきたいと思いますよと。こいつにはですね、太ももにつけていたね、こいつが該当するんで、こう組みつけてあげると。まあ、あと根元ですね、これね、ゴキゴキっと曲げることができますんでね。この辺をうまく利用して取り付けていくと。ちょっとやりづらいかな。一応ね、この辺にブスッと差し込んであげて、まあちょっと調整すればね、イメージ的にはこんな感じで浮かせることができると。まずこれが一つですね。で、同じようなイメージで、今度はちょうどね、板バージョンを持ったんで、この板ですね。今度はこちらを同様にね、台座の方にブスッと差し込んで、こちらのやつにつけていこうかなと。
で、この板に関しましてはこちらですね。これから外したこの黒いやつ、これがここに該当するよと。まあ見ていただくと分かる通りね、ここの部分、根元のひねりが効かないので、板のパターンだとこっから横にね取り付けた場合ひねれないんで変な方向を向いちゃうんでね。なのでこれをね付けたい時にはこちらね小さいベースの方に組み付けるようにしなきゃダメかなと。まあこれはまあいろいろね位置関係を調整する必要性はありますけど、まあ一応イメージ的にはこんな感じで、ね、付けることができましたと。で次の支柱と、次の支柱に関しましてはこれ今度ダブル軸ですね。でこいつをね同じような感じで組み付けていきますが、このダブル軸に関しましてはこの軸ですね、ここの部分にこいつですね、こっから外したやつの残り、またはこいつですね、このパネルをつけると。まあとりあえずね合わせたいんでこいつにしようかなと。はい、一応組み付けるとねこんな感じでね。あとは四角いやつですね、それを用意していきたいと思いますが、それがこれかな、こちらの四角いやつで短い方ですね。これはですね多分こいつかな、あこっちじゃなくてこの短い方ですね、肩についていたやつ、これをつけることができますよと。でこれも同じような感じでねこう組み付けてあげましょうと。ここのパーツも同様ですね、こちらの板と同様に四角い部分にブスッと差し込む関係でひねりが効かなくなっちゃうんでね、こちらのミニバージョンというかね、これにつける必要性はありますけど、一応3種類つけるとこんな感じでね浮かせることができましたと。あと支柱ねもう1種類ありまして、それもですね同じく四角いやつになっておりますけど、これかな、これがですね先ほど間違えたというかね、こちらのパネル系ですね、これをつけることができると。これも同様ですね。なのでこの四角いパターンはね、板のやつに刺すときっていうのは根元のひねりが効かないので取り付け位置を考えてあげないと変な方向を向いちゃうんでね、そこの部分がちょっと気になるかなと。まあとりあえずね今こちらも同様にね今用意しておいたんで、まあ適当につけますけどね、こんな感じでつけることができれば、まあ最終的にこの辺がね余ってはおりますけど、全部ねしっかりと浮かせることができるんで、ディスプレイ自体はちゃんとねバシッと決めることは可能だ。ただ取り付ける位置とかをね計算しておかないと、全部ね正面向けたいんだけど組んだ時にバラバラにね向いてしまうんでね、その部分の調整は必要なのかなと。あともう一つちょっとね惜しいのは、まあこの状態で見ていただくと分かると思いますけど、ベースと小さいやつってどれも連結しないですね。なので1個ずらすとくっついてこないでね、そこの部分のバランスがちょっと微妙かなと。つながるかもっと大きなベース、それに全部ね支柱がくっつくようになってた方がまとまりは良かったのかなと。なので大きいベースにこちらの支柱を組み付けたエアリアル回収型専用、あとはこのベースとこの支柱を組み付けたキャリバン専用みたいなね、台座が2種類あった方が私はねそっちの方が良かったと思います。箱の方にもねありましたけど、キャリバーンとエアリアル回収型がねビームサーベルでつばぜり合いとかね、その状態を再現するためにも別途台座が必要なんでね、ここの部分はひとまとめにできるね方式があっても良かったかなと思うんですけどね、そこはちょっと惜しいかなと。ただまあこちらのセットをね購入することによってエアリアル回収型、それとこちらのビートですね、これをこの商品単品でまとめることができるっていうね点はまあ良かったんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと支柱の方式ですね、そこの部分が組み立てるのがねやっぱりちょっと大変かなと。向きを考えなきゃいけないのが結構大変なんで、そこの部分さえうまくいけばねかっこよく決めれると思いますんでね、こちらのキャリバーンね持っている方はね、こちらのエスカッションの取り付け状態とかね、このエフェクトパーツついた状態とかね、こういうこともできるようになっておりますし、エアリアル回収型自体もねかなり用意できたと思いますんでね、気になった方はねチェックしていただきたいと思います。ただ受注生産品なので再販がねあれば買えると思いますけどね、もし今すぐ欲しい人はね中古ショップとかをね探す必要性は出てくると思いますけどね、まあこれじゃあねなかなかいいと思いますんでね、チェックしていただきたいと思いますね。はい、ということで今回ですね、 G-Frame FA のガンダムエアリアル回収型&ガンダムキャリバン用オプションパーツセット、こちらがですねとりあえずは台座っていうかね、そちらの組み立て、それからキャリバン本体へのエスカッシャンの取り付けと各パーツの配置ですね、それからビットのね展開方法やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は今のところ G-Frame FA こちらの中からですね、こちらのキャリバンとね同じ FA-05 ですね、そちらの中から1体ねやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。